皆さんこんにちは。ハッピータイム豊巻敏子です。では今日も楽しくワクワクピアノ講座を始めたいと思います。はい、では今日はですね、第17回ハッピータイムワクワクピアノ講座家路を弾いてみよう。ポイントとしては強弱記号、繰り返し記号に注意して全曲弾いてみようというところです。はい、では今まで右手、左手、そしてこのように3回に分けて区切って練習してきました。この中でですね、いろんな記号が出てきていますね。まず一番最初はこの記号、メゾピアノです。そしてここはメゾフォルテ、ここもメゾフォルテ、そしてここはメゾピアノ、メゾフォルテとなっていますね。この間はメゾフォルテについてはちょっと勉強したかと思いますけど、今回はここです。ピアノ、メゾピアノという記号が出てきます。ピアノはここですね。1回目はメゾフォルテ、2回目はピアノでと書いてありますので、ピアノ弱く弾きましょう。で、いろんなところに出てくるメゾピアノはやや弱くという意味になっています。そしてここのリピート記号、この間を繰り返し演奏しますよという記号になっていますね。例えばこのようなA, B, C, D と書いてあるところ、ここを実際に演奏するとすると A, B, C, D で、また A に戻って A, B, C, D という形で弾きますよという記号になっています。ですのでここの部分はこのように弾いたら、もう一度同じところを繰り返して演奏しましょうということですね。で、その演奏するときに1回目はメゾフォルテで、繰り返して2回目のときにはピアノ、弱く弾きましょうという記号になっています。あとはですね、このようにもう勉強しています、クレッシェンドという記号も入っていますので、だんだん強く弾いて、この部分では膨らみを持たせてちょっと強めに弾きましょう。こちらもですね、ここも膨らみを持たせてちょっと強めに弾きましょうという記号になっています。ですのでちょっと弱めに弾いて、だん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 強くなって、ここはちょっと強めで弾きますね。ここも弱く弾いて、だんだん強くなって、ここで終わりますねという記号になっています。で、ここで私が弾くのは電子ピアノですので、ちょっと強弱の記号がわからないかと思いますが、ピアノで練習されている方はそういう記号を気にしながら練習してみるといいかと思います。では今日は全曲両手で弾いてみたいと思います。演奏する順番は大丈夫でしょうか。この部分だけね、繰り返しますので気をつけますね。で
では早速弾いてみたいと思います。まず右手の3の指を、はい、2の1に準備します。で、左手の5の指、小指を5の1に準備します。では行きましょう。3、はい。皆さんも上手に弾けましたか？はい、では今日はこちらの第17回ハッピータイムワクワクピアノ講座家路を弾いてみよう。ポイント、強弱記号、繰り返し記号に注意して全曲弾いてみようということで全曲弾いてみました。では皆さんもご自宅で全曲一生懸命練習してみてくださいね。ではまた。さようなら。